小川高校生徒により描かれた鹿島鉄道存続を願う壁面のイラスト、小川高校間駅は、かつて、茨城県おみ市小川189番地にあった、鹿島鉄道鹿島鉄道線の駅である。2007年4月1日、鹿島鉄道線の廃線に伴い、廃駅となった。旧小川町における、唯一の鉄道駅であった。単式ホーム一面一線を有する地上駅。 線路はほぼ北西から南東に走り、線路の北東側にホームが設置されていた。無人駅で駅舎は設けられておらず、ホームの桃裏方の端から降りている階段から直接駅に出入りした。ホーム上には上屋と長椅子が設けられており、階段を降りたところに小さな自転車置き場があった。日立商船駅、玉造町駅、鉾田駅など、ほとんどの駅は駅舎。 ホームともに取り壊されているが、当駅は現在もホームがそのまま残されている。小川高校生徒により描かれたイラストもそのまま残されている。駅周辺には田園地帯が広がる。駅の北側を鹿島鉄道にほぼ並行する形で、国道355号が通り、当駅から国道へは田んぼに囲まれた細い道を通っていく。名前の通り、 茨城県立小川高等学校の下手にある駅である。小川高校は駅の北東、直線距離で500メートルほどの場所に位置していた。当駅と日立商船駅との間で、鹿島鉄道は、その美川を渡っている。石岡南台駅に次いで、新しい駅であった。当駅の開業と同時に、鹿島鉄道では、たまり信号場がたまり駅に昇格している。ありがとうございます。